どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回も東京グール、リ・インボーク、こちらやっていきたいと思います。いや、だいぶね、今回もとか言いつつ、だいぶ久しぶりですね。うん。なんですけど、やっていきたいと思います。で、今ね、核宝石でいいのかな？まあ、石がね、131個あるんで、まあ、これを中心にね、ちょっとガチャをたくさん引いていきたいなと思います。で、今なんかね、80万人ダウンロード記念でね、なんか特殊なガチャやってるんで、そちらをね、引いていきたいと思います。それがこちら。はい、こちらですね。80万人記念、リ・インボークフェスってやつですね。これどうやらね、1ステップ目が30個で引けて、2枠目が40個、3枠目で50個、しかも、SSR 確定っていうね、まあ、ガチャらしいんで、こちらをね、引いていこうかなと思います。まあ、てなわけでいきましょうか。久しぶりに。狙いはここにいるね。まあ、十蔵と、あとは、なんだっけ。あれ、ド忘れした、今。完全にド忘れした。アモンさんじゃなくて、有馬騎将ね。有馬騎将を狙っていけたらいいなと思います。まあ、重装は一応ね、特攻のね、バイク乗って特攻するやつの限定の誕生日ガチャのやつ持ってるんですけど、まあ、ジェイソン使ってるね、やつも欲しいんで、狙っていけたらいいなと思います。ってことで、重装ジェイソン、お虹来たよ。SR 以上確定だったんで、SSR 確定ではなかったんですけど、来ましたね。さあ、ってことで誰でしょう。虹1個。金3つ。金から虹も金から SSR も見てみたいけどね、まだ。見てないから。飛ばさず行こう。さあ、誰？かぶりはやめてよ。お！わお、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 わお。有馬騎将来たよ。CCG の死神だって。やべえ、かっけえわ。まあ、有馬騎将はね、ちょっとネタバレになるんですけど、まあ、東京グールリの方でね、まあ一応主人公とね、いろんな絡みをするわけなんですけどね。いやー、まあすごい感動的でしたよね。うん。いやー、ってことでよかった。有馬騎将当たったよ。有馬騎将は CCG で最強だからね、本当に。いやー、嬉しいわ、これは。ちょっと、にやけが止まらないね。うん。ちょっとね、今ガチャ引いたら、所持枠がいっぱいになっちゃったんで、ちょっと解放してきます。はい、ということで、ボックスのね、枠開けてきたんで、続きやっていきたいと思います。はい、ということで、20連目ですね。ついでに、ちなみに言うとですね、ボックスを解除した後、ちょっとね、ちょっと事情がありまして、1日経過しております。まさかのね。はい。ということで、1日経ったんですけど、やっていきましょう。10連目では、そうだね、昨日の出来事なんだけど、あれですね。ちょっと待って。ちょっと待って。金色、じゃない、虹色来てるよ。お？ヨモさん。やばー、ちょっと待って。10連目の振り返りをね、しようと思って、ちょっと言葉に詰まってたら、まさかのヨモさん。ちょっと待って。演出飛ばしちゃったって言いたかったんですけど、まさかのヨモさん。もう一人ヨモさん。差し伸べる手。剣、帰ってこいってやつじゃん。キラコ。マジか。20連目も SSR 来たね。やば。いやー、ただでさえお得なガチャなのに。やばいね。ちょっと自分でも引くくらい運がついてる。だって、1ステップ目30個で引いて、SSR の有馬騎将でしょ？そう、有馬さんがね、出てこなかったさっき。で、20連目今引いたやつが40個で引けて、しかも SSR のヨモさん出るっていう。マジかよ。ちょっと神引きすぎない？ってことで次確定ですね。やば、30連とも SSR 確定ってことか、確定っていうか、何 ?SSR 出てきたってことでしょ？今回ちょっと、やばくないですか？今回のガチャ運、やばいんだけど。過去最高だと思う。今んとこ被りも来てないしね。ってことで行きましょう。さっき間違えてね、スキップしちゃったんだよね、演出。今度は飛ばさない。さあ、20確定です。1枚。2枚とか来る可能性もあるのかね、多分、あるのかな？さあ、虹色は何枚来たのか。1枚。しかも金色なし。まあでもね、この虹色が重蔵って可能性もありますから。飛ばさず見ていきましょう。さあ、誰が来る？レア。レアからの！誰？なんで、まさかのヨモさん2枚目っていうね。謎のうちね。いやー、そういうこと？はい、まず10連目で出たのが、こちらの有馬騎将の SSR ですね。CCG の死神っていうね。
で、ちなみにね、ちょっと強化してあります。さっきね、1日経過してるんでちょっと強化しました。いや、まさかね、あのガチャでしか手に入んない有馬騎乗出るとは思いませんでしたね。まあ、10増でも良かったんですけど、もちろん有馬騎乗はね、持ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しいです。20連目以降に当たったのが、こちらヨモさんか。こんな感じか。だいぶ最初の方に追加されたやつだね。確か、ウタさんと一緒に追加されたのかな。寡黙な実力者。で、あれなん、ディフェンダーなんだね。ディフェンダーというか、ブレイカーアタッカーディフェンダーでいいんだよね。うん、ディフェンダー。で、まさか2人当たるっていうね。まあ、これはちょっと共鳴しておこうかな。うん、今やっちゃおうか、共鳴。まあ、ね、2枚以上持っても仕方ないんで、共鳴しておきましょう。ヨモレンジ。いやー、でもよく被るね、SSR は。やっぱまだキャラクター数少ないから。これで被りが、金木くん3回当たってるじゃん。で、アモン上等が2回当たってますね。で、今回、まさかの2連チャンでヨモさん2枚当たるっていう、まあ、感じでしたか。ということで今回は登録者80万人記念リインボークフェスのね、ステップアップガチャ引いていきましたけど、結果は SSR3 枚という、神引きでした。はい。で、これからね、多分結構、そうだね、SSR も当たってきたんで、やっぱリゼさんが欲しいなっていうのはありますね。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のリインボーク、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。